川崎 KR は、川崎重工業が製造販売していたオートバイのシリーズ車種で、川崎唯一の 250cc にサイクルロードレーサーレプリカである。KR250、KR250S、KR-1、KR-1S、R の順で発売されていた。KR2501984 年に発売された、KR250 は、 タンデムツインロータリーバルブのエンジン形式であった。これは1978年にロードレース世界選手権を制したレーサーモデル KR350、KR250 のエンジンレイアウトを強く意識したものである。しかし発売時の川崎は世界選手権から撤退しており、過去のレーサーをイメージしただけでは販売量に直結しなかったこと。 飛行場複雑であり、コスト増を招くことなどから1988年に発売された KR-1 では排気デバイス搭載の通常のパラレルツインに変更されるが、1年でフルモデルチェンジを行って KR-1S に移行し、その KR-1S、R も2年でカタログ落ちした。 次期モデルとして、V 型エンジンの X-09 が開発されていたが、WGP250 にスポット参戦しただけで、市販されずに終わっている。その他、ワークスレーサーの KR500 というものも存在する。また、空冷にサイクル短気等の消費器量マシンとして、川崎 AR シリーズが市販されており、125cc、80cc、 50cc の車両が存在、海外向けとして、対川崎の KR150 などが存在する。この後、川崎の日本国内における同タイプの車種は、販売されていないが、前述の KR150 に橋を発する 150cc のフルカウルにサイクルスポーツが、モデルチェンジを繰り返しながら、長期間、最後発の忍者 150RR は、 2012年から2015年にわたってインドネシア向け製造を販売されていた。マシンスペック的には高水準、クラス最軽量な車体であるにもかかわらず、販売実績は芳しくなく、販売年数も短期間だったため、販売台数は国内4メーカー同型車種中で最も少ないと思われる。希少な車種であり、2000年以降の2サイクル規制のために、 中古車の価格も高い。当時オートバイにはまっていた鳥山明の愛車であったため、ドラゴンボールの登場人物であるブルマの初期愛車となり、単行本の扉絵にも描かれている。KR-1 ライムグリーン他に純正部品に F3 キット、SP キットがありチューニング後の出力は最大 68PS に達する。国内向けの車体カラーはライムグリーン。 白、赤、白フロントキャリパーは、ZXR250 のものが使用できる。またイケーポットになるが、ゼファー750や、ZRX、バリオス、GPZ なども流用できる。リアキャリパーは、ZXR250 と同一となる。スプロケットもクレイ250、クレイ400、ZXR250。 バリオスなど長数は異なるがそのまま使用することが可能である。KR-1SUKKR-1S ジャパニエボニーライムグリーン MJ145PJ40JNR1372JKR-1 よりほぼ全面的に回収が行われているカウル、トーカ類は同一ながら前後サスペンション、スイングアームの変更 最もわかりやすい特徴として、メインフレームが、リブのない平面上になり、前後ホイール、エンジン、クロスレシオギアミッション、チャンバー、CDI など各所が変更され、また当時は、レーサーレプリカブームの最中であり、黒塗りの鉄彩レンサーは、レーシーでないということからアルミ製に変更といった具合に、車体各所に手が、入り前モデルの KR-1 と同一なのは、 外装のみというありさまになっている。車体カラー、国内ライムグリーン、エボニー、ゼウスブルー、エボニーホイールブレーキディスクは、ZXR250 と共通。フロントディスクも色は異なるが、川崎ゼファー、ZXR400 など互換品は多い。リアキャリパースプロケットについても ZXR250 と共通で使用できる。 フロントキャリパーは、ゼファー1100、400の対抗4ポットと同一である。キャブレーターの PWK28 は、右、作用がある専用品で、そこにメインジェットの交換外はなく、スロットルバルブも、めっき品。またスロットルカッタウェイは、3点ごとにストローク車専用品で、出力特性が異なることから4ストローク車への、流用には、難がある。なお、 KR-1R 用のスロットルバルブは、メッキ品である。ありがとうございます。